まずオールマイティに使えるのがこれ、そして成分が分かってる時にちょっと計算が楽になるのがこれ。それでは今回は三角形の面積について扱っていきたいと思います。まあ、ベクトルの単元で今ずっとお話をしてるんですけれども、まず三角形の面積を求め方、三角比でもこれ面積を求める公式ってあったと思うんですけれども、まずはこれ数1の復習ですね。例えば三角形 OAB が与えられていて、 OA と OB のなす角を θ とするとき、この面積の公式って何でしたっけ。 S イコール2分の1OA かける OB かける sin θ。 まず三角比を用いた公式、こういうのがあったのを覚えてますかね。なので、ここ長さと θ、sin θ が分かれば面積求められるよとあったと思うんですけれども、今回ベクトルを用いた面積の計算方法を、扱っていきたいと思います。まあ、元の公式はこれです。ここから、これをベクトルを用いて考えるとどうなるかっていうふうにやっていきましょう。まず OA ベクトルと OB ベクトルをそれぞれスモール A ベクトル、スモール B ベクトルと置きましょう。まずこれそのまま当てはめてみましょうか。2分の1かける OA っていうのはここの長さのことなので、つまりこれの絶対値ですね。 A ベクトルの絶対値かける B ベクトルの絶対値、そしてサインシータとなるわけです。ただここでサインシータなんですけれども、ベクトルの計算、まあ内積とか今までやってきたと思うんだけど、サインシータってすぐに求められましたっけ。求められなかったですよね。まず求められたの何でした。コサインシータなら求められましたよね。なのでまずコサインシータを使ってこれを表しましょう。じゃあサインシータってコサインシータを使って書くとどう書けるんだったっけ。はい、ルートの1引くコサイン2乗シータと、こう書けるわけですよね。はい、じゃあこれベクトルの内積の復習です。コサインシータっていうのは内積を使うとどう書けるんでしたっけ。はい、 A ベクトルと B ベクトルの大きさ掛け合わせたもの分の内積でしたね。まあ、忘れた方はちょっと前の動画戻って復習しておいてください。なのでこれをそのまま入れてみましょう。2分の 1A ベクトルと B ベクトルとルート1引くこれの2乗ですね。こういう風になります。あとはこれ、ここってまあ2乗分のになって全体にルートがかかっているので、これ通分してあげた方が見やすくなりますね。こういう形、そしたらちょうど都合よくこことここは約分できるんですよね。なのでこのような公式が出てきます。なのでベクトルを用いた三角形の面積の計算は、 A ベクトルの大きさと B ベクトルの大きさそれぞれ2乗したやつを掛け合わせて、そこから内積の2乗を引き算して、それにルートをつけて2分の1倍する。これで面積求められるよと。じゃあ成分が与えられてる時どうなるかっていうのを考えてみましょう。成分が与えられてたら、例えば A ベクトル A1、 A2 と与えられてたとしましょう。B ベクトルが B1、B2 と与えられたとしましょう。そしたらこれまず A ベクトルの大きさの2乗ってどう書けます。成分を用いて計算してみましょう。はい、そのまま A1 の2乗足す A2 の2乗っていうふうになりますね。同じく B ベクトルの大きさの2乗もこういうふうに書くことができます。じゃあ内積の2乗ってどうなんのと。はい、成分を用いた内積の計算方法を覚えてますかね。はい、これとこれ、これとこれ、それぞれ掛け合わせたものを足してあげるんでしたね。このようになります。じゃあそれをここに当てはめてみましょう。どうなるか、さらに計算していくと2分の1倍の、じゃあここの計算、結構ね2乗とかがたくさん出てきてややこしくなるんですけれど、まあこういうふうになってくれるんですね。でこれ勘の言い方は気づくかもしれませんが、これカッコ2乗の形になってます。じゃあここで復習、例えばルートの中身が2乗の時どうやってルート外せるんでしたっけ。絶対値をつけて外すんでしたね。なんでそれにのっとってこれもルート外してあげると、2分の1絶対値の A1B2 引く A2B1 と、
こういうふうに書くことができます。なんで成分が分かっているときはこちらの公式を使うこともできますよと。なので A1B2 こう斜めにかけてあげるようなイメージですね。で A2B1 を引く、たすき掛けみたいな、でそれの絶対値を取ってあげると。なので成分が分かっているときは、こちらの公式よりもこちらの公式の方が簡単にできます。ただいずれ今ね平面ベクトルっていう形でやってるんですけれど、空間ベクトル、立体図形になった時に、こちらの公式じゃないと使えません。こちらはあくまでも平面の時のやり方ですね。空間でもちょっと成分を使った計算方法あるんですけれど、結構公式も複雑なので、まずオールマイティに使えるのがこれ、そして成分が分かってる時にちょっと計算が楽になるのがこっちっていう形です。なんでこれいつでも使いこなせるように覚えておきましょう。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you really know now The world is yours